天才物理学天文学者星葉正俊は、ニュートリノという素粒子の観測に史上初めて成功したことで、2002年のノーベル物理学賞を受賞した。臨時講師として働いていた時に中学生に出した問題が、問い、この世に摩擦がなければどうなるでしょう。たったこれだけの問題を出題した。生徒たちは頭を悩ませ回答を記載したが、どんなに説得力があろうが正解を挙げなかった。この問題の本当の正解は、白紙の答案用紙を提出することだった。つまり、摩擦が存在しなければ鉛筆で紙に答えを書くことができないからである。天才学者らしい実に物理学的なテスト。